地は神の塔。どうする？どけよ！俺の邪魔をするんじゃねえ！それ！勝利条件は単純明快。早く塔のてっぺんに着いたもん勝ちってことだ。何がどうあれ先に着けばいいんだ。これ式のダンジョン、王族で鳴らしたこの D 様にとっちゃ楽勝だぜ。せやへやこの勝負もらった。スーラン帝国とギデア公国の間に広がるカルア砂漠にはわずかなオアシスを結び東西の交易を担う道があった。人々はそれを陶器の通る道、ディスクロードと呼び、両国の派遣した管理によって治められていた。その塔はディスクロードからも随分と離れた砂漠の真ん中に立立していた。スーラン帝国の国境となるヌビアール教は隠された古代の英知を塔の中に見つけ、発見後10年経った現在も発掘を続けている。力を求める者よ、富を欲する者よ、栄誉を願う者よ、そして己を追求する者よ、この門を開きて汝が全能を傾けるがよい。望む者がここにある。ここは神の塔なのだから。ほらよ、どうだい、ワンフロアクリアだ。次はどっちだ。差し上げようなんて思ってね。へえ、私たちを助けてくれるってわけ。坊やが坊やだと。ほら、坊やで何かご不満？姉様、見ず知らずの方に失礼ですわ。ミレイ、あんたは黙ってなさい。それでどう助けてくれるっていうのかしら。俺は腕利きの盗賊なんだ。宝箱の罠なんか簡単に解除できる。だからそこの宝箱を開けてやろうって言ってんのさ。もちろん分け前はちゃんといただくぜ。わあ、よかったわね、ドローお姉様。早速お願いしましょうね、お姉様。ね、バルカンの一番弟子ドーラドロンってのは私のことよ。ドロン、ドロン、なんでもいいや。答えは3つに1つ。1、俺に分け前を払って罠を解除してもらう。2、宝箱を開けられる。3、俺の忠告を無視して自分で宝箱を開ける。さあどうする。1です。1、1に決まってますね、お姉様。ミレイ、あなたまだ分かってないよね。いつも言ってるでしょ、私はドーラドロンなのよ。だから心配してるのに。自信家に見えたけど、あの様子じゃ一生かかるぜ。
ほっといて大丈夫でしょうか。いや、早く止めた方が。仕掛けられたこの塔は、己の力を過信する愚か者には究極の試練の場となるであろう。わしはギーナ、言霊使いのギーナ。神の塔と共に生き、塔のすべてを見てきた者。力を求める者よ、富を欲する者よ、そして己を追求する者よ、我が部屋の扉を叩くがよ。汝の望む答えを与えよ。わしはギーナ、言霊使いのギーナ。どうぞ。トーラお姉様、どうぞですって。あんたが言霊使いのギーナなの？そう、わしの名はギーナ。ここはギーナの部屋である。何か知りたいことでもあるのかな？ビーってガキがどこにいるか知りたいの。うん、よかろう。一つ見て死んでよ。この塔におるかもしれぬし、おらぬかもしれぬ。いや、おりそうじゃ。しかし、もうすぐこの塔を出るようじゃな。何ですって？どうしましょう、お姉様。どうしましょうって、急いで追いかけるわ。踏んづかまえてお仕置きしなきゃ気が収まらないもの。そう、うまくいくかな。どういう意味よ。
この先には地の守護神バートが待ち構えておる。バートと同じ思惑の者以外無事に先へは進ませてもらえんじゃろう。交渉が決裂した時は戦うよりない。私聞いたことあります。地の守護神バートはもともと地位の高い神官だったけど、今や綺麗でただのおっかないおばさんになったと。もし戦いになったらどうすれば倒せるの？バートの部屋へ行く途中に召喚屋がある。そこで頼りになりそうな助っ人を召喚してもらうがよい。あとは時の運次第じゃ。本当は召喚しねえんだが、姉ちゃん綺麗だからサービスしときますわ。でもどんなのが出るか注文はつけられねえぜ。バートと戦うようだから、その助けになりそうな戦士ってとこで適当に召喚しますわ。適当って、ちょっと大丈夫なんでしょうね。何というか、俺って誰だと思ってんだよ。なんだこんな時間か。何にも召喚されないじゃないの。おかしいな。確かに手応えはあったんだけど、ま、召喚魔法が発動するのに時間がかかることもあるんでね。バートの部屋にたどり着くまでにはお宝の前に転送されてくるはずだよ。本当でしょうね。もし失敗だったら払ったお金返してもらうよ。ああ、その時には戻ってきな。ああ、そうそう。戦いになったらバートはエトという6体の土偶を操って攻撃してくるからな。エトの相手は助っ人に任せて、同じ部屋の宝箱に隠されている魔法の杖インフェルナスを奪い、その杖の力でバートを倒すんだぜ。魔法の杖インフェルナス？何ですかそれ。ミレイユが知らないのも無理ないかしら。剣で言うならプラネットバスターのみといった感じの伝説の杖なのよ。こんな人里離れた塔の中でインフェルナスにお目にかかれるとはついてるわね。インフェルナスをいただいて言うことなすなんちてな。お姉さんはそのギャグセンスオブワンダーですわ。ああ、もう一つだけ忠告しといてやるぜ。何？インフェルナスは悪しき者、つまり心に邪悪なるものを宿したものでなければ扱うことはできないって言われてる。もし良き者が杖に触れれば。杖に触れれば電撃ビリビリ真っ黒焦げ。とても戦うどころじゃありませんぜ。それは大変ねえ、お姉さん。あら、お姉さん、いよいよ短距離走の決勝だろう、船長さん。ねえ、逃げ足の速いジュリオンが残ったのはわかるが、クリスも相当に負けん気が強い子じゃな。そう思わんか、ラップ D さん。船長、相手がジュリオンだから本気になってるんじゃないか、クリスは。ジュリオン、クリス、位置について。待ってないわよ、ジュリオン。僕だって。やーい。
かったぞ。大変だ、ジュリオとクリスがいなくなった。正式にみんなのもの、心配はいらん。ジュリオとクリスはわしの睨んだところではどこかの場所へ一時的に召喚されただけじゃ。まあこれもよくあることだ。人が消えることがよくあることかよ。ラップじいさんの言うことだからな。俺はミッシェルって呼ばれて女の人にモテモテだったなんて自分で言ってるラップじいさんだからな。みんなのもの、わしの言うことを。まあジュリオとクリスなら心配ないか。あいつらしぶといか。それもそうだな。さあ運動会を続けるか。おいおい、ラップじいさん、本当に大丈夫なんじゃろうな。村長まで、わしがミッシェルと呼ばれてもてたことを疑ってるんだな。いやいや、そうじゃなくてな、ジュリオとクリスの言うてな。わバートの部屋ですのね、ドーラお姉さま。そのようね。助っ人は本当に来るんでしょうか。インフェルナスが手に入るんならへっちゃらよ。あ、思い出した。さっき聞いたんですけど、インフェルナスってこんなのいつね。バルカンの一番弟子、ドーラ・ドロン。その妹、ミレイユです。私はクレイン。この戦いは、私と血の守護神バートとの一騎打ちです。助太刀はありません。助太刀？バカを追いでないわ。私も。あなたの敵となるの。はっ！私は仮にも地の守護神、気に入らないものは決してここを通しは嫌い。行くよ。ぐわーうわーうわなるんだよ。へえ、そうなの。ジュリオったら見かけによらず物知りなのね。ハッコウジさんから聞いたんだ。やっぱりね。それにしてもグータン、グーかわいい。いや、グータンじゃない。エトーだ。
僕にも分かんないよ。ふとたおばさんではない。姉様、この子たちが助っ人なのでしょうか。ねえクリス、ここどこなんだろうね。あ、そこのお姉さん。私のことですか。そうだよ、僕はジュリオ、こっちはクリス。私はクレール。クレールさんか。あ、クリス、クリス見てよ、クレールさんの耳どうなってる。あ、ほんとすっごい。すっごいじゃないでしょ。何よこの子たち、なんか雰囲気違うね。僕たちとんでもない世界に来ちゃったみたいだよクリス。第3話決着。ちょっと、そこのジュリオとクリスとかって子、ずいぶんひ弱そうに見えるけど、私が召喚師に頼んだ助っ人ってあんたたちなんでしょ。召喚助っ人だって、僕たちが。自覚してないみたいですわね、お姉さま。あの召喚師、間違って何にもできないガキ二人召喚したんじゃないでしょうね。握り倒したからでしょうか。困ったわね、戦いは始まっちゃったし。分かったわジュリオ、この人たちが私たちのことを召喚したのよ。そんな、僕たちどうして召喚されなくちゃいけないのさ。運動会の真っ最中だったのに。あんだろ。そうよね、どうして私たちが。お姉さん教えてよ、どうして僕たちのことを召喚したのさ。坊やたち、私はお姉さんじゃなく大魔導士バルカンの一番弟子ドーラ・ドロンっていうのよ。これからはドーラお姉様って呼んでね。まあいいわ、あなたたちにはそのエトの相手をしてほしかったのよ。エトの相手。ああ、このグータンのこと、もうとっくに可愛がってるけど。グータンじゃない、エトだって言ってるでしょ。でもあなたたちじゃ役に立ちそうにもないわね。召喚は失敗だわ。お姉様、あの召喚師に抗議に行きますか。でも戻るのも面倒ね。まあいいわ、さっさといただくものをいただいてバートを倒しちゃいましょう。ちょっと待ってよおばさん。クリス、おばさんってどの人のこと。ドーラとかいう金ピカのおばさんのことよ。おばさん、ずいぶんと勝手放題言ってくれたじゃない。おばさん、見れば魔法使いのようだし、どっちが上か勝負しない。小生意気な小娘ね。お姉様、落ち着いて。おお面白いじゃないの。いっそ魔法合戦でもしましょうか。いいわ。じゃあ私からチャペル魔法初寄せ。はあ。ブーンって何よ。真面目に話に乗ったのが間違いだったのかしら。仕方ないわね。では私は犬よ血の化身はっ。ちょっとお前さんたち、人のうちで魔法合戦なんてやめておくれよ。そうよ、私たちの守護神バートとの神聖なる戦いを邪魔しないでください。なんか持ってんのさ。そこに落ちてたの。ひどいや。まったく最近の若いもんと来たら、人様のうちにお邪魔した時の礼儀くらいわきまえないのかね。言っておきますが、私は仮にも月の巫女、
あんなお尻むき出しの方と一緒にしないでほしいわ。聞こえたわよ、エルフ娘。若いもんと一緒にするなってことは、あなた見かけよりずっと言ってるってことかしら。ドーナさんって言ったかしら。あなたはツーリしてるけど、もしかしたらバーテル言っちゃってるんじゃないですか。私は知能守護士、年は取らないよ。じゃあそのおばさん体型は何よ。たまに来る、そこの安泰靴よ。いきなり振らないでよ。一体どうなっちゃうんだろう。あ、こんなところに宝箱がある。すごい杖だ。きっと強い力が備わってるに違いないよ。よし、僕もこの杖で。うわあ、ジュリオ。あ、しっかりして、ジュリオ。その杖はイーベルですよ。善良な人がその杖を持つと。この杖が何なのよ。だから善良な人が持つと電撃が走るんですってば。では深い罪を背負った私なら持てるかもしれない。ニューフェルマスを奪って私を倒そうっていう腹かい。とんだお笑い草だよ。ニューフェルナスは真に邪悪なる側のものにしか扱うことができない。持つことができなきゃ私を倒そうったって無理よ。もう遊びは終わり。五人揃って落ちるわい。ミレイユ。え、私？お姉様、まさか私に。きっと持てるわミレイユ。あなたは姉である私が落とし穴に落ちても助けに来ないような薄情な子ですもの。もしかしたらインフェルナスも心を開くかもしれないわ。早くインフェルナスを。そんな、ビリビリは嫌です。こんな時にわがまま言うんじゃないの。さあやってみるのよミレイユ。お姉様ったら手に持っていたのね。この杖を持つことができなかったら、私たちは全員バートの餌食になるのね。この杖は悪しき者しか持つことができない。なら私には無理だわ、絶対に。でもやらなくちゃ、他に道はないのだもの。さあ持つわよ。近づいただけでもビリビリするような気がする。みんなが私を見ている。みんな私に期待してるのね。ああ視線が痛いわ。ドブラさあ勇気を出すのよ。妹を実験台にするくらいなのに。
獣だったの。私って悪い女だったの。本当の悪女だった。本当のなんだかかわいそうになってきたね。確かに。ねえクリス、ねえジュリオ、慰めてあげない？そうだね。ドラさん邪悪だってへっちゃらだよ。ドラさん綺麗だもん。そうよ、悪人でも立派に長生きしてる人いるし、憎まれっ子世にはばかるとも言うよ。そうそう、この世の価値観なんて一つに決まってないわよ。おかしいわ、お姉様がこのくらいのことで落ち込むなんて。ドーラさん、さっきまでいろいろ言ってしまったけど、私も自分の中に恐ろしい血を持っているのです。ずっと心を閉ざして生きてきましたけれども、こうして月の巫女として修行を積み、あれ、ドーラさん変だよ。本当、なんか怪しげなオーラが。いい感じだ、この手触り。しっくりと手になじむわ。長年使い込んできた杖のよう、長さといい、太さといい。いけない、お姉様の目が完全に座ってるわ。この神の塔を発掘研究している冒険家だよ。冒険家？バートを倒したってのはあんたかい？そう、私よ。あの大魔導士バルカンの一番弟子、ドーラトロンよ。すげえな、美人で凄腕の魔法使いか。そうなの、私があの大魔導士バルカンの一番弟子、美人で凄腕の魔法使い、ドーラ。どうだい、一つ食事でもしながら詳しく冒険談でも聞かせてくれないかな。そりゃいい。おや、あそこに混じっているのは？どうしたのですか、お姉様。皆さんが一緒に食事でもどうかって聞いてますよ。顔を隠してはいるが、あの背格好、重苦しい雰囲気、あれはまさしく。あそこの人はなんていう人？あの人、ああ、あれはキエンという寡黙な一匹狼の冒険家です。結構有名人ですよ。寡黙？そして一匹狼。間違いない。
動いたでしょ。そこのキエンとやら本名はアレ。そうでしょ。どうしたんですかお姉様、あの人がアレスのはずないでしょ。だったらその被り物を取ってみなさいよ。まずい。ほら逃げた。やっぱりアレスね。待ちなさい。最上階に一番乗り、どんなもんまい。敗北を認めたらどうなんじゃ。そうじゃなくて、ねえクリスからも言ってよ、僕たちが神の塔に召喚されて、それで、ねえジュリオ、今度ゴールしちゃう前に私のこと捕まえてね。クリス、そうだね。
時を隔てた未知なる来訪者もまたどこか遠くの世界に舞い戻っていったようじゃ。さればひとたび眠りにつくとするか。ここは神の塔ギーナの部屋。汝が全能を傾けたなら